神戸大学は工学部の食堂について民間企業とネーミングライツ協定を締結し、今日から新たな名前での運用を開始しました。ではどうぞ。今回ネーミングライツ協定が結ばれたのは、神戸大学六甲台第二キャンパス内にある工学部の食堂で、新たにスカイダイニングと名付けられました。命名権を取得したのは大阪のソフトウェア開発会社スカイ株式会社で、複数の応募の中から選ばれました。神戸大学でのネーミングライツは今回の協定が10施設目で、食堂では初となり、契約期間は3年間です。国立大学、非常に財政的に厳しいものがございますので、民間企業からの寄付に近いネーミングライツというのは非常に助かっております。神戸大学はネーミングライツの契約料をコロナ禍で困窮する学生への給付金や留学生の支援などに活用するとしています。